イタリア・ローマ出身の元サッカー選手。元イタリア代表。現役時代のポジションは MF。アタランタ BC で歴代最多記録となる112得点を奪うなど、2000年代に主に同クラブで活躍した選手である。1991年、18歳の時にセリエ B のモデナでプロサッカー選手としてのキャリアをスタートする。その後、リミに、 ピストイエーゼを経て1994年にボローニャに加入すると初年度にセリエ C1、翌年にセリエ B で優勝する。1996年にブレシアに移籍すると初年度に再びセリエ B の優勝を経験し、1997から98シーズンにセリエ A のデビューを果たす。1998年にアタランタに移籍すると、 在籍5年間のうち3年間で2桁ゴールを記録するなど自らの名を挙げていくことになる。サンプドリアを経て2005年にスペインのマジョルカに移籍。32歳にして初の海外挑戦となったが1年で再びアタランタに復帰した。ここではキャプテンとしてチームの大黒柱となり毎シーズンコンスタントに結果を残していった。しかし、 カブリーグでヤオチに関与したとして、2011年8月9日に、イタリアサッカー連盟から3年半の出場停止処分が下され、38歳のドニは、実質的にプロサッカー選手としてのキャリアの終わりを告げられることとなった。さらに、同年11月19日には、ヤオチと違法賭博の容疑で逮捕された。2001年11月7日、 埼玉スタジアム2002での日本戦で代表デビューを果たすと同時に後半6分に代表初得点となる同点ゴールを決めた。翌年の 2002FIFA ワールドカップのメンバーにも選出され2試合に先発出場。クロアチア戦ではクリスティアン・ビエリのゴールをアシストした。ありがとうございます。